ビバン考察。はい、ということで今回はビバンに関するね、考察やっていくんですけれども、何をやっていくかというとですね、松坂桃李さんに関する考察ということでですね、松坂桃李さんはですね、現在3話放送時点でまだ未登場ということでございます。なのでね、謎がますます深まっているというところですね。ということでね、今回は松坂桃李は一体いつになったらビバに出てくるのかというところとですね、一体どんな役柄で出てくるのかと、この2点についてお話しさせていただきたいなと思います。松坂桃李さんはですね、ビバンのメインビジュアルですね、キービジュアルのポスターにですね、5人のうちの1人、もうメイン級のメインとして、姿があるんですよね。キービジュアルの一人として大々的に映っている松坂桃李さん。しかしですね、3話現在未だ登場しておりません。CM などではたびたびビバンの作中に映る松坂さんが確認できるんですけれども、本編では依然として現れていないという状況ですね。メインキャストの一人にもかかわらず、ここまで登場を引っ張るのは何か大きな役割が課せられているからでしょうか。3話放送前に松坂桃李さん公式ツイッターでは、5本指を立てた松坂さんのオフショットが掲載され、これは5話から登場する伏線なのかと話題で持ちきりです。日曜劇場ではですね、通常10話放送が定番な形なので、まあ、5話からの登場であれば半分以上の出演ということになりますし、まあ、目安として考えられるのかなというところですね。まあ、一部ね、9話であったりとか11話の作品もあったのかなと思うんですけれども、まあ、基本的にというか割合的には10話放送のパターンが多いので、そういったことでもこの半分以上での出演があるのかなっていうところで、5話からの出演ですね、が考えられるということですね。そんな松坂桃李さんのですね、役柄として、推察できるのはですね、別班、テント、モニター、このうちのどれかではないでしょうか。一部ね、映っていたシーンにはですね、階層感がなくてですね、乃木たちと同じ時系列で存在していることが有力です。そのため、前述した3つのうちどれかの重要な役どころを担っていることが考えられるんですよね。皆さんは松坂さんは一体どんな存在で登場してくると思いますでしょうか。そして何話で登場してくるかも予想コメントをお願いいたします。冒頭ね、キービジュアルの存在についてお話しさせていただいたんですけれども、松坂さんと同じくですね、役所広司さんもメインキャストの5人のうちの1人として映っているんですよね。ただ役所広司さんはですね、二宮和也さんと一緒に1話の終わりだったかなと思うんですけれども、映っているんですよね。なので松坂桃李さんは未だに本編に出ていないという、このそこら辺の違いもね、何なのかなっていう気がするんですけれども、ただ役所広司さんに関しては、まあ、乃木の父親説っていうのもあったりとかね、結構乃木の、上の世代というところもあって、関係値として近しい存在なんじゃないのかなっていうところもね、結構言われてたりするので、まあ一方での松坂桃李さんは乃木と現段階では関わりのない存在だったりもするのかなっていう気もするので、そういったところもですね、非常に気になっているところですね。松坂桃李さんの登場がもう待望にね、なってきてますし、どんどんこの期待が膨らんでますので、次のね、放送松坂桃李さんが出てくるのか注目していきましょう。日々ドラマや映画情報を更新しております。良ければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。